地よりも高いように、あなたの想いは高く、天の臨在降り注ぐ永遠の時を思う。一つ地に落ちて豊かな実を結ぶ。小高い滝木の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが滝木に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。どんな勝ち目のない戦いも、動かせない岩さえも、幾つもの奇跡を残して